はい、どうも皆さんこんにちは。今日の動画ですけども、ものすごくお久しぶりになりました。特急踊り子号で活躍している E257系の2000番台のグリーン車4号車をご紹介していきたいと思います。ちょうど出発していきます。こちらの駅は JR 東海、そして JR 東日本が接続しております。東海道新幹線も乗り入れをしております熱海駅です。このね、山と山に囲まれたこの熱海から14両編成の長大編成が出発。まあ、前編の動画ではね、実は僕この列車三島駅から乗っていたんですけども、まあ、熱海で乗り換えてやろうというところで、まあ、付属編成からこちらの基本編成に移動をしてきたということになっています。当列車この先の停車駅としましては、次の駅が湯河原で、小田原、大船、横浜、川崎、品川、終点、東京という順番に停車していきます。まあ、グリーン車はね、これ4号車にあるんですけど、この4号車がまた面白くて、搬出グリーン車がね2つついてるんですよ。そう、普通だったら、1両丸々とか搬出グリーン車と、普通車みたいな感じなんですけども、この車両に関しては搬出グリーン車がね、2つついてて真ん中に扉があるっていうちょっと変わった作りをしているのが特徴的です。まあ、このグリーン車の座席シートはね、とてもこのね、黒の革と言ったらいいですか、ちょっと何と言ったらいいか、ちょっと今言葉が出てこなかったんですけども、リクライニングも結構倒れるのが特徴的です。まあ、一番後ろ、ね、の座席だったっていうのもあるんですけども、まあ、この動画を撮影していた頃はね、まだ新型コロナウイルス関連でしたから、こうやってマスクをつけていました。テーブルを前の方に引っ張ってみますと、前の引っ張るじゃねえな、前の方に下ろしてみますけども、テーブル前後に動かすことはできない仕様になっています。最近のね、グリーンとかのテーブルだったら全然前後に動くんですけども、でこちらはフットレストです。2つの面がありまして、靴を脱ぐ時と脱がない時ということになっています。多分今の面が靴を脱がなくてもいいんじゃないかな。でこっちは多分靴を脱ぐんだろうけど、僕はこれ多分間違っちゃって、そのまま靴を置いてしまったのかもしれません。ちょっと全然記憶がなくて、ね、申し訳なかったんですけど、左側にはコンセントがついています。確か窓側のみだったかな。でリクライニングのボタンは左側です。通路側であれば右側と言いたいところですけども、それはね、各座席ごとに違いますよっていうところです。で当編成で使われております E257系、この基本編成の9両編成は、昔は特急あずさ号や海事号として中央線で活躍していた車両です。現在ではね、形式をこちら、2000番台に変えまして、特急踊り子、湘南号等々で活躍。最高速度はね、性能上130キロ出ますから、現在のね、大体今110キロ少々のスピードで走行しています。そして付属編成になります E257系の、連結相手は2500番台ですけども、昔は、暴走特急等々で活躍しておりました。特急さざ波、あとは若潮、潮騒は使ってなかったかな。それらで、簡単に言ったら、房総方面で使っていた車両の、一部余った車両を転用して、座席を、ね、変えたりとか、コンセントをつけたりとか、塗装を変えたりというところで現在活躍しています。この他にもあとね、5000番台とか5500番台というところで、特急あずさ時代の座席のまま、塗装を変えて波動用として使っていたりとかね、あとは特急草津島号とかで活躍していたりと、現在の首都圏では今よく見る形式になったんじゃないかなと思うところです。ちょうどてか俺、小田原のシーン撮り忘れてしまっていたのかもしれませんが、小田原を過ぎましたら東海道貨物線との並走区間が始まり、ちょうど画面左側に見えますこちら2つの線路が東海道線です。通過していきます。こちらの駅は平塚の駅、当駅始発の列車も数多く発着しています。今止まっていたのは E233系かな。あちらには E231系が、ね、いるんですよ。結構ね、規模としては大きいんですよ。でここら辺結構ね、規模が大きくて、そう、あと何、通勤通学の時間帯とかだと特急湘南号とかもありますので、そう、特急湘南って終点が小田原になりますから、そうなると、今から通過していく駅、小田原だから、神津、二宮、平塚、茅ヶ崎、辻堂、藤沢ぐらいまではね、結構特急がね止まっていくのが特徴的です。平塚を過ぎましたらこちらの川、相模川を越えまして、次の停車駅、あ、次か、うん、あ、じゃあ通過駅かな、次の通過駅であります茅ヶ崎、
そして藤沢方面に当列車向かっていきます。貨物列車何かしらね来てもいいんじゃないかなとか思うんですけど、なかなかタイミングが合わないので貨物列車って来ないんです。さあもうそろそろかな。だんだん街がまた開けてきました。相模線等と接続しております。茅ヶ崎特急もね止まるんですけども、そうこのね貨物用の線路に特急車両が走るなんてこともあるので、一応ホームもつけられています。茅ヶ崎を通過です。さあそんなわけで次の通過駅は戸塚です。市営地下鉄ブルーラインと接続しているほか、対面乗り換えがとても簡単な戸塚駅。この JR 東海道本線と左側には横須賀線の線路が同ホームで接続できます。そして東海道貨物線の線路計6本の体制で、この先東戸塚、保土ヶ谷、横浜の順番にそれぞれ進んでいくことになっています。やはり特急列車快調な走り、とにかく速い列車。このね各ホームで待っている普通の、まあ、こんなに普通列車、通勤列車に乗る方々をねなんかビュンビュン通過していく感じはさすが特別急行だなっていうのを改めて感じさせられます。さあちょうど左手画面奥の方に見えてきました、あちらの駅は東戸塚です。 JR 東海道本線には東戸塚の駅はなく、湘南新宿ラインとかこの横須賀線系統の列車に乗らないと行くことができません。まあ、とはいっても湘南新宿ラインも通過する列車も一応あるので、まあ、乗るんだったら、まあ、横須賀線とかの列車に乗っていくのがほぼ確実です。入線してきましたのは E217系、全部で15両編成です。 E217 って、ね、基本編成11両なんですけど、ね、付属は4両ってまた随分、ね、変わった特徴をしています。そして東戸塚を過ぎましたら、ここからね東海道線の線路とこの貨物線とかですか、線路がちょっと離れるんですよね。少し離れまして、ここから先いよいよトンネルに突入です。普通列車とかに乗ってるとね、ちょうどここら辺でいつも圏外になってたのでよく覚えています。トンネルを抜けましたら東海道貨物線の姿はなく、下に見えますのは湘南新宿ラインとかの線路です。東海道貨物線につきましては羽沢横浜国大方面から大きく迂回をして、このね横浜の街は通らず合流しますのは鶴見方面。まあ貨物列車が横浜駅とかに来てたら多分もう大変なことになりますからね、もう本数多すぎてもうここら辺もうね常にパンクしてる状態だと思いますから、まあそれを考えるとまあそれが一番まあ無難と言いますか妥当と言いますか。おお、そして特急成田エクスプレスの通常カラー6両編成です。この成田エクスプレス号につきましては、まあ、一部の列車といいますか東京駅で切り離しとかを行いますので、この、ね、京浜方面に向かう特急につきましては今の区間を走っていくことになっています。さあちょうど放送がかかり始めた頃、ちょうど通過していきますこちらの駅は保土ヶ谷。湘南新宿ラインの E233 系を左手に、このホームはない東海道線を走行中。これは15両編成でしたね。どっちも E233 系って感じかな。本当にいろんな列車がいてね、この区間乗ってて楽しいところ。さあ列車まもなく横浜に到着いたします。相鉄線の線路も左から見えてきまして、より都心部に近づいてきました。線路がもうね至る所にうじゃうじゃ並んでいます。まあ、地下には、東急、そして、ブルーラインですね、あブルーラインじゃねえわ、
東急のブルーラインじゃなくて、みなとみらい線と東急東横線で、地下鉄ブルーラインで、あとは京急というところ、 JR 相鉄線なども含む本当にいろいろな路線が接続しております横浜です。特急成田エクスプレス等々も当駅停車しますので、まあ、横浜からね、それこそまあ千葉方面とか成田空港方面に行くなんてこともとてもね便利にできてしまうんですけども、まあ、あとはまあ、ね、総武快速線とかありますから本当にね便利なんですよ横浜の街って。意外に便利なんですけど、まあ、ちょっと坂は多いよなっていうのが正直な感想です。ちょうど見えました、話をしていたところに2号休憩、懐かしの今のカラーリングじゃないんですね、まだ昔のカラーリングでしたけども、当列車横浜に到着。東海道線のホームは全部で4ホームあります。多分これ7番線なんですよね。いや飛行機近いね、ずいぶん今はね止めてすぐだったけど、あれはスカイマークって書いてたな。あお、東海道新幹線 L700A アドバンス。東海道新幹線は次は新横浜に止まります。というわけで、まあ、最後にグリーン車こんな感じでした。僕が乗っていたのは4号車10番の D 席、まあ、グリーン車のデッキはこういう感じです。まあそんなわけで、無事に品川に着いたんですけども、エンディングの動画撮れてませんでした。もう最悪最悪だったんですけども、まあ、結論としてはやっぱグリーン車使うのであれば、まあ、より距離の長い、まあ、東京品川から、まあ、伊東とか伊豆急下田方面に行くのが個人的には一番いいのかなっていう感想を持ちまして、この動画はここで終わりにしたいと思います。ではどうもご視聴ありがとうございました。